さて、かくれんぼプレイしていきます。今日は日曜日、待ちに待った日曜日だよ。天気もいいし、気持ちいいな。明日からはまた平日が始まるけど、その分今日はいっぱい遊ぶぞ。ポジティブだね。なんなら私、日曜日始まった瞬間から憂鬱なんだけど。今からお友達のかなちゃんのお家で遊ぶ約束をしてるから、急いでかなちゃん家に向かわないと。かなちゃん、遊びに来たよ。あれ？おーい、かなちゃん。おかしいな。遊ぶ約束したとき、玄関開けて待ってるから勝手に入ってって言ったのに。鍵開けっぱなしで、どこかに行っちゃったってことないよね。あれ、あそこに落ちてるのなんだろう？封筒。これ、手紙かな？何々？読んじゃっていいのか。アミー、いらっしゃい。待ってたよ。早速だけど、隠れんぼしよう。私がこの家のどこかに隠れてるから、探してね。じゃあ、用意スタート。早く見つけてね。かな。あ、これ楽しそう。今ね、この年になるとなかなかできることじゃないけれど、逆にこの年だからこそやってみたい気もするが、童心に帰ってね。って、かなちゃん、そんな急に言われても。勝手に人の家の中を探し回るのも気が引けるけど、かなちゃん、一度言い出したら聞かないところあるからな。探すしかないか。やるしかないわね。手紙を手に入れた、メニュー画面の持ち物から内容を見返せます。はい、というわけで始まっております、かくれんぼ。まあ、まさに、かくれんぼですね。ジャンルはね、ちょっとホラーっぽいってんだけど、どうなんだろう、今のとこホラーな感じはないか。玄関に置いてあったかなちゃんからの手紙。かくれんぼをしようという内容が書かれている。まあ、さっきの手紙まんまだよな。何かヒントとかになってるかもしんないけど、縦読みで助けてとか。家の鍵、戸締まりはちゃんとしてきた。よし、まあ、とりあえずは一旦よくて、傘立てが置いてある。わ、大きい。観葉植物。そうだ、セーブをしないぞ。今日は3番。かなちゃんを探さないと。探索していきましょうか。ピンクのお花だ、かわいい。帽子とかコートとかかけるやつ。今は何もかかってないみたい。帽子とかコートとかかけるやつ。私も置きたいんだけどね。ちょっと、置く場所がないな、あれな。どのぐらいなんだろう？結構、お値段もしそうだもんな。何も入っておらん。この前の火曜日の新聞だ。この前の火曜日。日付に大きく丸がついてて、その隣にかなちゃんの字で、捨てないでって書かれてる。重要なのかな？新聞を捨てないでっていうのもな。この前の火曜日っていうか、今は日曜日だから、5日前。ああ、何か日付、せめて今日の日付が分かれば逆算できるね。何かのパスワードになりそうな予感。ふかふか。これはソファーか。3人くらいで座れるね。これはソファー。これはアーチだ。背が高いな。あ、まさには大きいじゃん。みかんだ、美味しそう。こたつじゃないのにね。小物とかが入ってるみたい。アミちゃんはテレビの中かな。台の上じゃなくて直置きなんだ。窓は閉まってる。エアコンがついてる。これはコピー機かな。電話、今のところ使う予定はないかな。冷蔵庫、献立とかが貼ってある。ポットの中にはいないか。中身は空っぽ。空っぽなのになんでここに置いてあるんだろう。乾かしてるか。いや、埃かぶっちゃうね。まだ明るい。お水出るね。まあ、廃墟ではないからね。お野菜切りっぱなし。何かやってる途中で、あ、隠れんぼしようって至ったのか。いや、それは、どうかな。ちょっと特殊すぎんか。
まあこの部屋は一旦はまあヒントっぽいのはあったけど鍵がかかっておる。上はまた後で行くかね。洗濯機。でも発音は洗濯機だよね。ああ、ちっちゃい図入っててもなぜか変換はできるんだよね、洗濯機って。不思議。タオルとかがたくさん置いてある。小学校とかもそうか。あ、パカ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 。パカパカマジック。いいね。人んちでやるパカパカマジックは最高だぜ。スッポン、ラバーカップ。いや、あれ、スッポンじゃなくて、ブラシじゃねえか。まあいいや。これだけ大きかったら何回でも使えそうだね。洗濯、いや、洗濯しようぜ、タオルは。臭くなるぞ。洗濯しないのはダメか。まあそうだね、一人突っ込みか。一人で鏡見るのってちょっと怖い。何も映ってないよね。ああ、二人で見たはずなのに一人だった時とか、怖いもんね。いつもビビるわ、あれ。畳まれた服とタオル。お風呂に入る準備が早いな。準備が早い。え、どういうことだ、今の感想は。座るやつ、これうちにはないな。シャワーだね。これみたいに取っ手ついてる洗面器の方が便利だよね。あんまり便利っていうイメージは、まあ、あれか、湯船からすくって体にザバンザバンかけるときとか。アヒルさん。私もお家でアヒルさんを浮かべて入りたいな。昔スーパーボールを浮かべて入るのが好きだったね、私ね。お風呂だ。お風呂。お湯は入っておらん。ここも何もなしか。パカパカできるぐらいしか。何も進展はない。じゃあ、いざ2階へ。あれ？また紙。遊ぼう遊ぼう、探して探して、ヒントを頼りに探してね。最初のヒント、くるくる回る、ぐる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 、回って綺麗になれちゃうよ。どういうこと？隠れてる場所のヒントってことかな？メモを手に入れた。メモゲッチュー。回ってきれい、まあ洗濯機かね。まあもしかしたら別のかもしれんが、空気清浄機で中のファンが回ってるとかそういうことかもしれないね。なんだか文面がちょっと怖いんだけどね。ここは？かなちゃんの携帯。携帯、これパカパカするタイプの携帯じゃないか、もしかして。パカパカするタイプの携帯じゃないですか。ゴミ箱には、中はゴミばっかり。机の上は綺麗。きっとかなちゃん使ってないな。おっと、お勉強は。まあ、別のところでしてるかもしんないね。ランドセルが床に放ってる。かな、あ、え、もしかして小学生だったんすか？あ、ま、確かに、高校生とかだったらかくれんぼはしないか。いや、ま、する人もいるだろうけどね。中学高校ぐらいかなと思ってたけど、あ、小学生か。あ、だから観葉植物とかもひらがなだったのか。幼かったのね。失礼失礼。CD が積み重なってる。かなちゃんが好きなアーティストさんのやつだ。お部屋にテレビがあるのいいなぁ。読みかけの本。こうやって置いておくと跡がつきそう。気にならないのかなぁ。ああ、しおりとか。まあ、気にならない人いるよね。漫画とか小説でも普通にドッグイヤーしてる人いるし。かわいいうさぎさん。お、洋服だ。このタンスはあんまり開けない方がいいかな。あ、パンツとか入ってるかもしんないからね。壁にはカレンダーがかけてある。今日は5月の、あ、20日。じゃあ火曜日は5日前だから15でいいのか ?0515 とか、そんな感じかもわからん。あれ、ロックがかかってるみたい。端に4桁の数字が入れられるようなパネルがついてる。この引き出しハイテクだなぁ。で、パスワードを忘れて開かなくなるんだよね。職場のキャビネットがそんなんだったわ。で、前ね、パスワード忘れた先輩を私が無理くり開けたことあるけど。数字、今の言ってみるか。0515。あ、開いた。これは、日記帳。今日から日記を書こうと思います。ついでに引き出しのパスワードも新しくして、今日の日付にしました。忘れないように、新聞に印をつけたけど、やっぱり忘れそう。今日も楽しい一日でした。でもお休みの日はもっと楽しいです。早く土曜日にならないかな。物置のお部屋は汚れてるから入るなって言われてるけど、そう言われると入りたくなります。だからこの前こっそり入ってみたら怒られて部屋に鍵かけられちゃった。昨日は全然物置見れなかったし、また入りたいな。お母さんはいつも何か隠すとき、リビングのあそこにしまってるから、
この後見に行ってみよう。やっぱり鍵は棚の隙間にありました。いつも同じ場所に隠すなんてダメだと思います。すぐみんなにバレちゃうじゃん。明日は亜美と遊ぶから楽しみだな。今日の分はまだ書かれてないみたい。持ち出すのは悪いし、日記は元の場所に戻しておこう。日記見られてよかったのかな。ああ、失礼。これをまあ見たからよしと。明日はもっといい日になるよね、熊太郎。この上の熊太郎はあれかい？ちょんぎんなくて大丈夫か？ぐーぐー、すやすや、寝返り。いや、人の布団で寝るのは最高だな。いや、私絶対嫌だけど。お、トイレ！いやー、パカパカできるね。2階のトイレのパカパカも格別だ。なしの、鍵がかかっておる。ここにもピンクのお花置いてある。かなちゃんのお母さんがお花好きなのかな？かもしれん。鍵、洗濯機見に行くか。洗濯機。あれ、メモのくるくる回って綺麗になるって、もしかして、これだ。かなちゃん、この中、いるかなぁ。いやでも、小学生だったら隠れられるっちゃ隠れられるか。危ないけどね。じゃあ2階に落ちてたあの紙は？あれ、端っこに何かある。またメモだ。当たり、今度はわかるかな？かな？遠くとつなぐ糸でもいいよ。今度は何のことだろう。次は電話か。リビングの、なんかどっかに何かをうんぬんかんつってたけど、まあ先に電話でいっか。遠くとつなぐ。やっぱりメモがあった。次は何だろう。いっぱい紙があるところ、間の間に挟まってる。紙？紙かな？それとも紙？これあと何回続くんだろう。めんどくさいよ。友達の遊びにケチをつけるの。コピー機かな？ああ、棚の隙間。鍵だ。これがかなちゃんの日記にあった物置の鍵かな？かなちゃんこの部屋にいるのかな？物置の鍵を入手。物置は2階 ?1 階確かどっちも鍵かかってないとこあったよな。この日付は引き出しのロックナンバーだったんだね。誕生日でもない数字だからな。忘れちゃいそうだよな。物置はここか。あ、確かにこりゃ汚ねえわ。かなちゃん。いないか。でも少しここも探してみよう。探すか。瓶とか入ってるけどなんだろうこれ。古い板だな。こっちは布っぽい何か。空き瓶、空の瓶。何に使うんだろう。そらもう妖精とかロンロン牛乳とか詰めるんでしょ。ちょっと汚れた人形がある。使われてない道具とかが入っておる。古着がたくさん。古そうな本がいっぱい。どれも難しそうなタイトルだな。しかし、なんか随分凝ってるよな。こんな親に怒られるような物置に友達を勝手に入れちゃうように仕向けてはいないか。日記は勝手に読んだ。たまたまだもんな。メモで誘導はされてないんだ、こっち。例えばこれワインだ。包帯とか絆創膏がしまってある。家にも開けてない段ボールとか置いてあるな。使わないなら捨てればいいのにね。いや、しかし汚い倉庫とはいえ、悪いワインセラー代わりになるのか。なんもねえな。特に今のところ。この緑のシミはなんだ。なんか抹茶でも飲んでたのかしらね。メモは紙か。紙ね。なんてひらがな。紙、そう、紙なんだよな。あ、なんかひらがななのかが。いっぱい紙、いっぱい紙か。いっぱい紙って方言で何か別の意味があるかもしれん。いや、全然わかんないけど。あと、紙があるっつったら、ゴミ箱か。確か、友人の部屋のゴミ箱は、ガサゴソ中はゴミばっかりなんだが、何もないか。あとは、日記とか、
紙がありそうな場所は他にもいっぱいあるけどね。あ、新聞紙とかも紙といえば紙か。でも、残念ながら、もう日記は読まなくていいかな。それ以外特になし。漫画も紙といえば、マナーモードですな。かなちゃんの携帯か。この紙ではない。携帯も持たないでどこに隠れてるんだろう。まあ、携帯持ってたら今のでバレちゃうかもしんないしな。まあ、悪くない判断なんだが。おや、悩ましいね。あれ、ページの間に何か挟まってる。2回調べるとかだったのか。で、ここに来るのは、あ、ここに来るのも確定だったのか。じゃあ日記は読ませるように誘導したのか。いやー、友人すげえな。長い耳、赤いお洋服。これはきっとあれのことだよね。あ、もうわかりますよ。あれですよね、アミさん。いや、もう、あれはもうあれしかないっすよ。もう完璧にあれですよね。誰がどう見たってあれですよ。きっとこの子のどこかにメモがあるはず。ハサミ大丈夫用意しなくて。あった。あ、優しい世界。次はちょっと難しいかも。水が流れる、吸い込まれる、どれかな？どこかな？水が流れるところ？トイレか、水道か、風呂場。あと、排水口のグラフィックが、これ見よがしになったからな。まあそこら辺のパカ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 。ここではない。排水口か、あ、やっぱりな。何か挟まってる。排水口にメモって、耐水ペーパーか、ラミネート加工されてるとかが、手、かかってんな。ずいぶん凝らしてあるわ。すごいすごい。じゃあ次行くよ。いろいろかける。でもこの家はただのインテリア。インテリアって言うと玄関のあれか。バリリンと。何の音？なんかが割れる音。でもこの部屋ではなさそうか。ガリ？なんか物音が聞こえるけど、ごめんなさい。私の声で遮ったな。探さんと、観葉植物？下に何か落ちてる。何もかかってないのに、どうして置いてあるんだろうね。まあ、今外出中じゃねえか。あと少しだよ。いらない、いらない。そういう時は、ぽい、ぽい、ぽぽぽい。いらない、何も、捨ててしまおう。まあ、ゴミ箱かな。ゴミ箱はここにもあるけど、あ、違うのか。あ、そうだった。複数回調べなきゃいけないんだった。あれ？なんか皿の上に乗ってる。あ、見つけてくれた？いいね、いいね。楽しいな。次だよ。桃色、桃色。かわいいね。桃色？桃色の何かはあったようななかったような。そこまで注意して見ちゃおらんからな。お野菜、トントン。いやー。お水出るね。さっきまで何もなかったよね。何これ？さっきからなんか変。かなちゃんが何かしてるの？だとしたらすげえよな。変な匂いする。食えるものでは、どうなんだろうね。桃色か、ちょっと探してみっかね。あ、これか、割れた音。ワインが割れちゃってる。さっきの割れたような音はこれだったのかな。どうして一人でに落ちたんだろう。このワインセラーというか棚から引っ張り出してか。やっぱりかなちゃんが暗躍しておるのか。あれ人形の位置変わってねこれ。さっきと場所が違うような気のせいか。いやまあ気のせいだったかもしれない。私もねちょっと細かくは覚えてない。でもねこの緑のねこの抹茶の粉の位置とはちょっと違ったと思った。ここにいたような確かな。あ？かなちゃん隠れてるわけじゃねえのか。おや？おやおやおや？上の方から何か垂れてる。ケチャップか。サビかもしれんね。花と葉っぱの間に紙がある。さっき見た時は絶対にこんなところなかったのに。やっぱり現在進行形でメモを置いていってるな。最後はボロボロの木、そこにあるよ。最後、これで最後だ。メモ9を手に入れた。インディグネーションするかい？
ていうか、ピンクの桃色のパカ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 。何かってあの花下にも同じものあったよな。下じゃなくて上なのか。こっち向き、いや、伏せてあったよね。なんだろう、暇だから、漫画読んでた？かなちゃん。謎だな。ま、とりあえず倉庫の古い木、あの板を調べっか。ボロボロの木ってこれのことだよね。遊んでくれてありがとう。これ、返すね。あ、メモの下に鍵が。返すねってこれのこと？私これ持ってなかったけど。でもこれきっと部屋の鍵だよね。もう探してないのはあそこしかない。2階か。メモを最後取って、遊んでくれてあり、返すね。戸締まりじゃ部屋の鍵か。もう開いてないのは確かにあの部屋しかないわけだが、なんだか奇妙な遊びだったな。これかな？メモが違うか？その友人宛て、かなちゃん宛てなのか？両親のどっちかの遊びだったのかわからんが。開いた。確かここはかなちゃんのお父さんとお母さんの部屋だけど。失礼します。わ、暗い。かなちゃん、いるの？とりあえず電気は。おーい、かなちゃん。わ、あ、生きてた。びっくりした。もうかなちゃんやっと見つけた。探したよ。遅いよ、アミ。待ちくたびれちゃった。いきなりかくれんぼだなんて、いつも急すぎるよ。探すの大変だったんだからね。めんご。でも全然この部屋探しに来なかったじゃん。あれわざとでしょ？この部屋鍵かかってたからそんなすぐに入れないよ。メモもたくさん隠しててやっと見つけたんだから。待って、wait。メモって？玄関に置いてたやつ？たくさんって私、1枚しか書いてないよ。それにこの部屋に鍵なんてかけてなかったけど。もしかしてまだからかってる？違うよ、本当だって。じゃあ時々いたずらしてたのはどうやってたの？物の位置が変わってたり、水流したり、こっそり隠れて見てたんでしょ？アミ、さっきから何言ってるの？私ずっとこの部屋の木の裏に隠れただけだからね。だって本当に。何？足音？聞こえるか？この家。私たち以外、誰もいないよね。うん。お母さんたちも、帰ってくるの夜になるって言ってたし、鍵開いてたもんね、家の。じゃあ。え？